よし、うん、さあやってみろ。よし、ここにポックの遊び場を作るか。でもこれが頭ボンボン打つんだよな、これ。ジョイントタイプでも引くか、このところに。ここでもうちょっとしたらおもちゃとか遊び場になるでな。仕事やりながらずっと見ていられるな。よし、これで完璧だ。あと1個あったらいいんだな。まあいいか、これでこの上に引いて、布団引いてやればいいな。これだったら頭たんだ、打っても大丈夫だよな。よし、これなら完璧だな。もうこれ、これ寝返った時には頭ボンって痛くないはず。昨日ここゴンって打ったっけな。よし、ここで将来はもうちょっとしたら遊び場になります。座るときが来たらね。ここはポックンの遊び場だからな、たくさん積んでくれよ。ここはポックンの専用の遊び場だからな。これ角危ねえな、こうやってやっとくか、うん、はいはいはい、恐竜ちゃん、ポックンが欲しいって言った恐竜、エクスカリバーが欲しいか。はいはい、エクスカリバー、よーし、いいね。これズバーって切るぞ、ズバーって、恐竜をズバーって切るぞ。これでさあやってみろ。恐竜の攻撃、ピシ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 、空気、目でやってないよ、やってないよ、はい、よし、お友達さん、どうだ？これもういらんのか？いらんのかこれ？こっちもおもちゃあって、こっちもあって、神さんここに装備したね、ここに。神さんな。亀の頭動くからな。よし、もう痛くないだろ、下全然なあ。そこのスペースはあれだな、ポックンの部屋だからな。父ちゃんが四六時中見とるからな、たっぷり遊べよ。わかった？わかったな。うん、これなら安心して。え？ね。はい。